長場オモダカは、オモダかかオモダカ族の水生植物の一種。町の花屋などでは、ジャイアントサジタリアと呼ばれている。北、アメリカを原産地とする。気化植物として、日本にも輸入分布する。多年生の中水植物で、故障や河川に反応する。4から9月に白い花を咲かせる。私有一種だが、日本に生育するのは、メカブのみである。 7から30センチメートル程度の長さの葉は長い楕円型で葉園に挙手はない。日本では1970年に京都市にある国の天然記念物にも指定されているミドロガイ家で初めて発見され、その後も関東地方各地に定着したジャイアントサジタリアの名称で観賞用水草として流通している。長場面高は 水辺に大増殖することで在来の水生植物の生育地を奪い、水域生態系を破壊することが指摘されている。そうした危険性から外来生物法により要注意外来生物に指定されている。本種は総データによって容易に繁殖するため、環境省や研究者は長場をも高の栽培者に対して本種を野外へ行きしないように呼びかけている。 ABCDE 滝康彦財団法人自然環境研究センター決定版日本の外来生物平凡社2008年4月21日 ISBN 978から4から582542417ピアニッシモ390から 391AB 長場おもだかアーガイブド2011年12月21日アットザウェイバックマシン 環境省外来生物法、ありがとうございます。